ネイキッドマシンカンがお送りするメタルに乾杯。ネイキッドマシンのカンがお送ります、メタルに乾杯の時間がやってまいりました。さあ、今日はですね、秋ですが、10月のゲストです、坂本栄三さんにゲストで来ていただきました。こんばんは。はい、どうもこんばんは、坂本栄三です。あのこの前ね、8月にノリママッチョマンの、対バンをさせていただきまして、そうだよね、ネイキッドマシーンとね、一緒に やりましたもんね。はい、はい、楽しくやらせていただいてありがとうございました、こちらこそ。はい、11月にまたあるそうですけれども、はい、栄三さんその他もね、あのいろいろ活躍してると思うんですけれども、あのどんな感じですか最近は。ですね、今年はともかくとやれることをもう片っ端からやっていこうということで、ソロ活動に加えて今度はあのバンさんと一緒にやってるアンチェインドだったりとか、またさっき言ったね、練馬マッチョマンだったりとか、映像ジャパンだったりとか、その辺の活動もちょっとこうアルバムを出しつつ、やれるだけやっていこうっていう形で、今年はね、なんだかんだで87本のライブになったんですよ。すごいですね。なんかまもなくツアーもありますもんね。そうですね、だからもうずっと続いてて、今年の3月の、山形、3月の最終週が山形 で、この今ずっと続いてる毎週末のライブが終わるのが来年の3月なんですね。あのたまにご連絡しても、朝からレコーディングしてましたとか、しょっちゅうそういうことをおっしゃってますよね。まあ、レコーディングっていろんな、パターンもありますけど、アンチェンドを撮るときとかは、もうちょっともう5時間ぐらいもしっかり、昼間に入ったりとかってするけれども、自分のソロだったりとか練馬だったりとかは、空いてる時間を見つけたらパッと撮ってみて、それがちょっと早い時間だったら、8時から歌撮るんだったらもう5時ぐらいに起きとくとかね。やっぱちょっと早めに起きてないと喉が起きないですよね。そうですね、やっぱちょっとは開けといた方がいいかもしれないですね。魅惑のスター戦一夜っていうのは、一人でやられてるソロ活動ですよ、ね、そうなんですよ、あの、一人でやってるバンドとは全く別に、もう自分のオリジナルだったりとか昭和歌謡だったりとかアニソンとかを歌うときっていうのはもう、まさになんかもう自分が楽しむためにやってる感じ、あの皆さんが求めている坂本栄三って多分多岐にわたると思うんですよ。あ、いろいろな映像さんがいますから ね、アンセム的な正統派を歌っているのとか、アニメタルみたいにもう行き切っちゃうパターンだったりとか、なんかね、そういうのとは全く別にもう自分がもう本当に好きだった、その野口五郎さんに好きだった時代だったりとか、もうその頃の自分の趣味を出していくっていう形でやろうかなっていうので、ちょっとこう色分けをするためにそういうタイトルをつけてみたんですね。これは坂本栄三ワールドですよということで。でも栄三さん歌詞作りとか、あと歌の中でも、まあいろんな楽曲聴いてますけど、やっぱりあの、やっぱ野口五郎とかジャニーズ好きなこととか、ああいうの出てますよね。僕ら世代はやっぱりそういうところから、やっぱ小さい時って、新御三家から入って、原田真二さんとか五代五とかのニューミュージックとか、あの松原美樹さんとか出てきて、で、それで洋楽だったらベイシティ・ローランズとか入って、で、高校からレインボーにマイケル・シェンクが入って、ラウドネスに行って、ね、アッシェイカーマグナムに行ってってパターンですからね。じゃあ、こっちでこのスターセンキアのステージだと、そういった映像さが、こう、歌謡曲寄りの感じの趣味の世界の映像さが見れるから。で、見に来る人も、もう、そういうのを歌ってる僕っていう形も理解してきてくれてるので、ますますこう、だから、今日はちょっとアイドルを、行くよって竹本孝之くんやったりとか、もうマニアックなところを攻めるわけですよ。僕その辺が非常に強いんですよ。その昭和のアイドルの堤大二郎さんだったりとか、ね、そういうのをあのギターもやって弾いてるから、そうですね、まあ、ギターもねやってるんですもんね。そんなに難しいアレンジにしなければ大体もう何百曲でも歌えるから、すごい、そうなんですね。いや、結構、まあ、あのメタルだけ見てる人たちにはねわからないと思うんですけれども、まあ、メタルの僕を求めてる人はね、その割とこう、広いステージだったりとか、そういうあとはライブハウスとかでの僕を見てくれればいいので、割とそういうのソロに関しては
アコースティックでは小さい会場でもできるじゃないですか。そうですね。ね。だからまあ、もう全く別物という考えて、行ってますね。一番直近の、この放送日から直近だとね、19日の土曜日に、佐賀で、唐津でライブですね。そうですね。この日は18、ギターは弾かないで、18曲くらいセッションで。ああ、そうなんですね。はい、なかなかハードなんですけど。で、翌日が長崎。はいはい、そうなんですね。九州は大体そのルートで回ることが多いですね。で、練馬マッチョマンは11月1日、うん、そして先ほど話題に出ましたアンチェインド。はいはい。こちらがもうなんかあれですね、王子様がたくさんいるバンドで。そうですね。僕もね、そのバンさんと一緒に、バンさんってやっぱものすごく音楽に対して真面目な人だから、はい。一緒になんかあの人と曲を残していきたいっていうのが元々だったんですよ。うん、あの人が曲を作ってくれて、全部僕が歌詞を書いて、っていうので、こう、創作意欲が枯れるまでこの人の曲に歌詞を作ってみたいっていうのがあって。楽しいですね、はい。で、あの人も、僕も割とこう、なんていうか、この、そんなにオラオラ系ではないので。そうですね。うん、私たちって。そうだと思います。はい。で、バンさんが、自分の音楽を表現しやすいメンバーを選んでくれて、ケンタロ君とエイジョー君が入って、うん、そしたらもう、やっぱり、バンドの空気も、まあ、エイジョーはどうかわかんないけど、うん、ケンタロ君も王子様系なんで、そうですね。割と僕はその間の、割とどちらかというと近い進行役というか、うんうん、空間プロデューサーとして、お客さんもメンバーも誰もが心地よくアンチェインドの音楽に酔いしれるという空間を作りたいなと。あ、でも実際この前のライブそうでしたよ。みんな幸せで、はい、キラキラしてましたし、それがで僕もああいう場所にいるとすごく楽しくて、うん、ちょっとこうアンチェインドに関してはもうともかく心地よい空間をみんなと命続くまで、うんやっていきたいっていう、そういう空間を作りたいなと思ってやってますね。それで今度あれですよね、11月30日と12月2日が池袋のブラックホールで、ツーデイズあるんですよね。はい、私もぜひまたお邪魔したいと思います。はい、あ、ぜひぜひいらしてください。はい。じゃあ、今日の一曲を、かけていただきたいのですけれども、これは、ね、はいはい、ソロの中からの曲なんですかね。そうですね、今年の6月に、出しました僕のアルバム。けれども、これは数年前にコロナになってなかなかお客さんも外に出れなくなってライブって続けられるのかなっていうちょっと不安な時期あったじゃないですか。ありましたね。いやでも気持ちがあれば絶対続くはずだから、うん、情熱さえあればなんとかな、みんなの太陽になれるように、そしてまあ、自分から出向いていけば、太陽もきっとね僕を後押ししてくれるんじゃないかなってことで、はい、サンキストマンって曲を作りました。その曲をぜひ聴いていただければと思います。はい、それでは聴いてください。サンキストマン、はい、さあ聴いていただきましたけれども、私もこの曲早速たくさん聴かせていただいたんですけれども、まさに、ね、はいはい、先ほど映像さんが説明してくれた通りのね、あ、映像さん、そうそう、そこら辺の歌好きよね、歌謡曲好きよねっていうのがにじみ出てなんかね、ちょっとね、その、まあ、テレやなのか、うん、すごく熱いことを言ったりするときに、ちょっとこう、くすってできるところを持ってこようとかする癖があるんでしょうね。わ、うん、かります。すごい胸キュン、私にとってはその胸キュンフレーズなんですけど、映像さん独特の。ありがとうございます。本当にいつもね、もう練馬とか聞いてても、こことか。やっぱさ、僕、我々世代ってこう、胸キュンっていうワードがつい、いくつになってもなんかなくしたくないものですよね。そう、私もそう思います。はい。なんとなくちょっとこう、織り交ぜていく程度にしておいて、うんうんうん、ここ誰かに刺さってくれたらいいなと思って歌詞作るんですよ。ああ、なるほど。参考になります。うまくそこをね、日本語を使って。その辺が楽しいんですよね、なんかね。さあ、あっという間に時間が経ってしまったんですけれども、はい、江戸さん、もう本当に短い時間なのですが、本日ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、アンチェインド、そして魅惑のスター戦一夜はね、いろいろ回って、聴いていただいている曲の名古屋はタイトローブが11月の9日にね、魅惑のスター戦一夜があるように。この日はね、アコースティックでもやりますけれども、はい、まあ、僕のワンマンなんですけれども、はい、オープニングアクトもいますけれども、昭和歌謡をバンドでやったりとか、はい、
まあ、レインボーやったりとか、レインボーやったり野口五郎さんやったりとかっていう、うん、ちょっとなかなか面白いライブだと思いますので。あ、そうですね、まあ、これはぜひ名古屋界隈で来れる方は、うん、これぞまさに坂本映像の魅惑のスター戦一夜というか、はい、もちろんロックな坂本映像もあるし、はい、昭和の坂本映像も楽しめると思いますよ。はい、ではでは皆様ぜひ遊びに来ていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、それでは今日は坂本映像さんゲストに来ていただきましてありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。ネイキッドマシンの缶がお送りするメタルに乾杯。もう酔っ払っちゃったよ。はい、ということで関西いつもありがとうございます。ありがとうございます。坂本英人さんも久しぶりに登場いただきましたんで、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。これね、この昭和歌謡とか歌う英人さんもかっこいいんですけど、うん、もうどうしてもシャウトを求めてしまう。まあそうだよ、あのシャウトはなかなか聞けないですよ、うんうん、僕は高校生の時からアンセムを、まあそうですよね、聞けるので、はい、ということでそんな、メタルに乾杯でございましたけれども、はいはい、10月17日、うん、木曜日クラブチット川崎の方で、うん、イベントがあるんですよね。ネキッドマシンさんが出る。あ、ネキッドマシンさん、映像さんじゃなくてね。はい、はい、菅さんもイベントを控えてらっしゃいますので、はい、クラブチット川崎、うん、10月17ここに、うん、これ30周年のイベント、うん、あのですね、アレスさん、アレスさん、アレスさんのなんか30周年、はい、アレスさんのイベントですか。はい、30周年記念ベストアルバムリリースツアー。なるほど、はい、重厚期夜行っていうタイトルのイベントが3回目、ボリューム30周年だったね、うん、それに出られると、ネイキッドマシンさんが なんとマシンガンズさんもセックスマシンガンズさんも優勝されるの、あらま、アンちゃんも出ちゃうというということですね。そういうことですね。17だから、うん、もう来週木曜日ですね。木曜日の来週の木曜日、来週の木曜日だな、はい、はいはいでございますということなので、10月17日クラブチット川崎まで行ける方はですね、はい、ぜひ行ってみてはいかがでしょうかと。行ってみてくださいませ。そうですね。そして久しぶりにご登場いただいた坂本英人さんですので、はい、まあコーナーの中でも触れられてましたけど、うん、アンチェインド、はいはいはい、番組にも音源を送っていただいてましたので、はい、ここで1曲おかけしようかなと。はいはい、ではアンチェインドでロック・ザ・ネーション。